散財は人生や。どうも直島です。今回は後ろにあるこれ、ついにね手に入れたバウヒュッテのスーパーゲーミングデスクの足を、まあ、設置していきたいなって思う。こんな感じで机が片付いてないから、まずはねこれを片付けていきたいと思う。これ、ね、見せながら片付けるの難しいな。ちなみに今回は今まで使ってた天板を流用して使うで、我が使ってる天板はアカシアの修正材で、サイズが確か横幅180cm で縦幅80cm、高さが 3.5cm ぐらいやったかな。重さはどんぐらいかわからんのやけど、持ち上げると声が出るぐらいかなり重たいから、正直今回の足を買うか迷ったわ。直島はスーパーサイヤ人並みの腕力やからあれやけど、怪我せえへんように2人でやるのがおすすめや。怖っ。ほんま短い期間やったけど、お世話になったデスク足を外していくで。ということでね、やっと用意ができたから、この見えるかな、デスク秘密基地化計画っていう段ボールをついにね上げていきたいと思う。マジで髪ボサボサ。いやーこれマジで思ってんだよな。こんな感じやね。うわーやべ、何のパーツか全くわからん。説明書あるよね。説明書あったかも。フレームに天板固定アームを取り付けます。次は足を取り付けていくで、組み立て自体はかなりシンプルで作りやすかってんけど、説明書ではネジが番号で表記されてるのに、ネジの袋にはアルファベットで表記されててかなりややこしかったわ。説明書に表記されてる似てるネジの形と個数で照らし合わせてたから、主にそこに時間がかかったな。もしこれから組み立てる人は注意やで。次は足の開く幅を調節していくで、このゲーミングデスク足、別売りで互換性のある天板も買えるんやけど、それは横幅 120cm やねんな。やねんけど、ちゃんと天板のサイズに合わせて、ある程度幅を調節できるみたいやな。ただ、他の天板についての互換性は保証できないから、自己責任でやってくださいってことなんやと思うから、そこは注意が必要やね。ほんで、ついにネジ止めやね。ネジが尖ってるタイプやから、下穴開けずに強行突破でネジ止めしたわ。その際にネジ穴についてるゴム素材の滑り止めっぽいものがグズグズに潰れてしもたけど、全て自己責任やから、わいは特に気にせずネジをバコバコつけていったわ。次はコントローラーの取り付け。自分の好きなところに設置する感じやね。わいは右側に来るように設置したわ。ほんで配線カバーを取り付けていくで。これは昇降デスクに取り付けた必要な配線を隠すためのカバーみたいやね。できた。できたできた。足が重たいか、かなりね、びくともしない感じで、何にも入れないわ。ちゃんと、耐荷重に耐えれてるかっていうのが分かんないから、ちょっと上げてみるわ。おっ。あ、ちゃんといくね。しかも、音も、そんなうるさくない。あ、いい感じやわ。で、これが一番低い低さって感じやね。あーね、ここにヨギ棒を置くからあれやねんけど、あーちょうどいい感じなんじゃないかな。あーね、ちょっと動作確認ができたところで、ちょっと机をまた再び整えていくわ。はい、っていうことで机の設置が完了したで。で、設置した後、高さ 50cm 最低のこのローデスクの状態で作業してみてんけど、見てわかるかな、ちょっと机が高めにはなってるね。まあ前の場合ここにペンタブもあるからこんぐらいの高さでもええねんけど、まあローでやる場合ちょっとしんどいなって思う人はいるかもね。その場合はこう座面をちょっと高くしたりして調節する必要があるかなっていう感じ。まあそのまんまやと結構
かなり上の方にキーボードが乗っかってる状態っていうんかな、うん、もうちょっと地面の高さがないときつい人はきついかもしれないなっていう感じやね。でまあこれが一番最低の50センチやねんけど、そっから椅子に座れる状態の高さまで上げるわ。高さを上げるときはここにコントローラーを設置してんけど、それにまあ定規ボタンがあるからそれで調節する感じやね。じゃ試しに上げてみるわ。おお。どんぐらいやろな、まあ、大体、まあ、こんぐらい上げといたとして、次椅子やね、まあ、ここに椅子持ってきたんやけど、あのこのペンタブをつけた状態やったから、まあ、つけてはなかったけど、この座面に置くクッション、これがないと様子悪いのよね。で前のデスクやと、まあ、調節できへんくって、もうこれ置いてさらにこれもつけたらもう足入らへんくって使われへんかっていいけど、まあ自動昇降デスクやったら、まあ姿勢矯正クッションとペンタブ置きみたいなのを両方置きつつも、あのちょうどいいラインで高さを調節できるから、こういうのを後付けする人は自動昇降デスクにするメリットあるかもね。今適当に上げてんけどめっちゃちょうどいいな。いやまあこれを登録したいってなると、まあ、ここにメモリボタンっていうのがついて、でこのメモリって押すと表示が出んねんけど、まあ、5のハイフンみたいな感じでつくねんけど、5のハイフンってついたら、まあ、この1から3のボタンを押すっていう感じやね。じゃあ2やな。2の段階がまあ座る状態に我は登録したね。まあ、メモリボタンは1から3まで設定できるみたいやから、まあ、ロー、座る、ハイで設定するといいかもね。で次、マックスまで上げてみようかな。おめっちゃ上がるな。101センチ、あ、101センチまで上がる、すごいね。101センチまで上げた感じがこんな感じやね。 Y の身長が167センチやねんけど、立って作業するのにはちょうどいい高さっていう感じやね。でまあ基本的には Y は、まあ、ハイまで上げることは まずね普段の私生活からないんやけど、まあ、一応登録しとこうかな。じゃあね、中間地点まで下げてみようかな。今座った状態で自動で中間地点。おお。あー、ちょうどいい位置に来た。やば。めちゃめちゃちょうどいい位置に来たんやけど。まあこれが普段の Y の立ち位置になると思うねんけど、下げていこうか。ちょうどいいとこで。せーの。まあ、マックス下げが一番いい気がすんだけどな。足にぶつからない程度。キーボードが高いな。こんぐらいかな。まあ、ヨギ棒は 51.4 センチ高さ。うん、やっぱね、ローだとキーボードとマウスやりにくいかも。まあ、その代わり猫背は改善されるね。上向きになってるから。3種類これで設定した。我はこれからこれで普段は作業するっていう感じだね。いや、いい。ヨギ棒めっちゃいいな、本当に。ヨギ棒で作業したかったんよね。まあ、このゲーミングデスク、なんかアラーム機能っていうのがついてて、アラーム機能を今から紹介していくわ。ちょっとこれ謎機能なんだな、本当に。はい。で、アラーム機能はこの A やね。A を押して、もう一回 A を押すとオンになんねんけど、そしたらここに数字が出てくんねんけど、まあ今1分ね、1分って表示されてるから、まあこれで放置すると、まあ、勝手にアラームが鳴るっていう、まあそういう機能やね。まあ、何に使うものか分からへんけど、まあ、カップラーメンとか、まあこの時間経ったら座ったり立ったりしようみたいな、そういう時に使うアラームなのかな。まあ、用途としてはちょっとよく分かんないんやけど、アラーム機能がついてるっていうことみたいね。あ、なったね。これね、まあ、こういう謎機能付きっていうことで、まあ、ありがたくもらっておきましょう。オフ。A を長押しすると、まあ、このアラーム機能が止まるみたいやね。まあ、そういう謎機能もついてるわ。
はい、ってことで、あらかた試したんやけど、まあスーパーゲーミングデスクはこんな感じやね。まあね、足だけで確か5万円ぐらいするんやけど、まあ、天板すでに持ってる人、まあ何かしらで天板持ってる人は公式では使っていいよとは言われてないんやけど、まあワイの場合はあんまりおすすめはしないけど、一応使えるみたいやね。自動昇降デスクってまあいろいろ出てんねんけど、まあローの高さまで下げれるデスクっていうのは今のところバウヒュッテのやつしかないっぽいから、なんかローで作業ちょっとしたいんよなって思う人は、まあスーパーゲーミングデスクおすすめやね。まあそんな感じやね。っていうことで、まあ、今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。